はい、どうも、アオサンツーです、えー。今日はね、僕が人生初の、えー、レッスン受けてきたよっていう話をね、ちょっとしていこうかなと。えー、人生初の完全プライベート、完全自腹、えー、レッスン受けてきました。はいえー、普段ね、あのー、 撮影ありきの、えー、レッスンみたいなのは、まあ何回かね、今までもあるんですけども、もう完全プライベート、完全自腹、えー、そのレッスン受けてきました。はい、その話をね、えー、どんなレッスンだったのかっていう話をちょっとしていこうかなと、えー、そんな風に思ってます、はいえー。ちなみにね、今日の、えー、このラブ、あの練習動画は、先日のバッサンレッスン、 えー、クラブを、えー、外に上げて、夢の右回りスイングを、えー、習得するぞっていうね、そういうレッスン動画、えー、あったと思うんですけども、それの復習になりますね。えー、最近ずっとこれ続けてます。かなり、えー、テイクバックが変わったと思うんですけども、えー、これでね、夢の右回りスイング、えー、皆さんもね、そうなりたい人はね、ぜひね、えー、その動画、 1>, 1個前の動画見てください,、はい。でね、僕がどんなレッスン、人生初のレッスンを受けてきたかというと、まずね、あのその方、橋本正和さん、はい。この人、知る人ぞ知る超有名ツアープロコーチですね。はい、あのパターの えー、専門の、えー、コーチですね、えー。今ね、ちょうど写真出てると思うんですけども、あのー、橋本正和さん、えー、この、ね、人にね、ちょっとパターのレッスン、えー、受けてきました、えー。今までもね、僕ね、スイングのレッスン、うも,もうちょっとね僕のスイング固まってからね、えー、スイングのレッスンもいずれ まあ、教わりたいなって人もいるんで、え習っていこうかななんて思うんですけれども、とりあえずね、やっぱりね、スコアの肝となるのは、僕はパターだと本当、もう、パターが入るか入らないか、え寄るか寄らないか、えこれがね、やっぱスコアで一番重要だと僕いまだに思ってるんで、えちょっと受けてきました。えそのね、え内容を、 えーまあ、ちょっと話せないこともあるんですけども、話せる範囲で、ちょっと話していこうかなと、うんえー。まずね、完全プライベートなんで、まあ、もちろんね、向こうは僕のことなんか知らないんですけども、あどうもはじめましてっていう感じで、えーまあ、レッスン受けに行ったんですけど、まあ、あのちょっと、レッスン終わった後に、あのー、僕実は YouTube やっていて、 今日のこの話って YouTube で話してもいいですかねっていうのを話したら、あ、もうあ全然いいですよってあ。なんなら撮影してってくださいよぐらいのめちゃくちゃいい人だったんですね。はい、でもちょっとね、まあ、レッスン終わった後ってのもあるんで、まあ、撮影うのはちょっと やらなくて、まあ、写真だけになったんですけど、今ちょっと写真出てると思うんですけども、このね、可愛らしい、えー、橋本正和さんですね。はい。あのー、でね、まあ、一枠75分なんですけども、その後ね、ちょうど空き時間だったのか、その後、多分一1時間半ぐらい話しましたね。はい、なんか。ちょうどね、あのー、なんか、 なんかレッスン器具のなんか搬入みたいのがあって、でその間ずっと、えー、なんか僕もそのレッスン器具を試したり、うん、1時間半ぐらいそこにいましたね、その後、はい。めちゃくちゃいい人でした。今ちょうどね、写真出てると思うんですけども、えー、あのあ今テイラーメイド、えー、橋本さん来てると思うんですけど、なんかテイラーの動画で僕初めて知ったんですよ。テイラーの動画でそのパターレッスンみたいな。 えー、珍しいですよね。パター特化型の、パター専門のツアープロコーチ。あのー、何人もね、今、レギュラーツアー戦われてる方、コーチしてましたね。名前いくつか挙げていただいて、かなりのビッグネームもあり。あのー、でもね、ちょっとその名前を言っていいかって、ちょっと微妙だったんで、今、ちょっとその名前は避けますけども、まあ、皆さん、ちょっと検索すればわかると思うんですが、ちょっと概要欄に、 えー、その橋本さんのレッスンのちょっと貼っとくんで、まあ、気になる人はね是非行ってみてほしいんですけどもでね、まあ、何よりねあのー、越谷でやってるんですよあのー、僕川口なんで、あのー、車で15分ぐらいなんで、まあ、その近さもあってあのー、あこれ行ってみたいなと思いましたね、はい で何よりね、たけし129が、あの、なんか行ってよかったって言ってたんで、あの、行こうかな、なんて思いましたけどね。はい。で、どんなレッスンだったのかっていうと、<laughs> まずね、最初にね、こう、授業的なのあります。授業的な。あの、まあ、パターンとはどういうことなものなのか。えー、カップインするためには、えー、どういったことが必要なのか。まあ、フェースの面だったり、まあ、 あとは、ね、そのまあ、入射角というか、えー、クラブパスであったり、あとはまあ打点であったりっていう、そういう、ね、ちょっとレッスン的な、えー、いろんな豆知識というかね、うん、あそのパターンとどういうものなのかっていうちょっとレッスンが、授業が、えー、ありますね。はい、でその後とに、まあ、何球か打って、で計測、数値を取るんですよ。細かな、フェースの面、打点。 スピン量、あと、なんか、あの、パス、うん、入射角とか。で、それで、あの、それの数値を見て、まあ、的確な、えー、レッスンが受けられると。えー、その数値を見て、その、パター診断っていうんですかね、えー、を受けると。でね、僕、 まあ今使ってるとか保持してるパターンがまあ3つぐらいあるんですけども、それ3つ持ってって、で、計測もしてもらって、どれが自分に合ってるのかっていうのもね、ちょっとえ診断してもらいました。これ、こっちの方がいいよとか、こっちもいいんだけど、あの、もうちょっとこういう練習が、このパターンだと必要かなとか。 えー、まあそういうねあのー、だからその後1時間半ぐらい話したんでもうめちゃくちゃパターのあれこれたくさん聞けましたねはいめちゃくちゃ勉強になりましたはいでねあのー、でパター診断計測のそのどうだったのかっていう話はあのー、まあ僕ちょっと とあのパターのフィッティングもしたことあるんで、ちょっと計測慣れしてる部分があったんで、その数値を見て、その橋本さんが言ってたのは、プロでもなかなかいないぐらいだねって言ってましたね。はい、あの毎回同じストロークで、毎回同じところに当たってるねって言われましたね。はい あの僕、ちょっと計測慣れしちゃってるかもしれないんで、ちょっとたまたまそういう数値出ちゃったんですけども、でもね、調子悪くなってきたときに、多分その数値変わってくると思うんですよ。すごいアウトにから入ってるとか、すごい打点がばらついてるとか、だからね、またね、ちょっと調子狂っあの崩したときにもう一回いきたいなと、えー、そんな風に思ってますね。はい あと、ね、一番勉強に僕がなったのが LINE の読み方というか,か LINE の,のルールというかあの計算方法というか,なんかあるんですよ。こまあ、こうそれどれくらい切れるかっていうのは自分の判断なんですけどもどれくらい切れるかってなった時にどこを狙うかみたいな。で僕それ初めて聞いたんであれこれって世に出てましたっけこの理論みたいな。 そしたら、あ、いや、ちょっとこれは出てないかも、みたいなこと言ってたんですよ。で、僕が、あの、その最後にね、YouTube で、えー、これ話していいかってなった時に、その LINE の読み方の話は、ちょっと、うんしてほしくないかも、みたいな、すごい、こう、柔らかい感じの人だったりま今、写真出てると思うんですけども、なので、ちょっとその話はちょっと控えたいと思いますけど、一番勉強になりましたね。ぜひね、 気になる人はね、行ってみてください。